おはようございます。すいません、並べて写真だけ撮っていいですかね。はい、撮影の邪魔しちゃって。カードが残っています。いつも見てます。そうですね、初期。これが悪くない。プレミアムレッド、はい、クラシックレッドっていう、ろくに売れなかったようなやつ。いや、でもね、本当はね、こういうのが欲しかったんだね。これ、スポーツカーなかった感じじゃないですか。ええー。あとなんかね、ちょっと暗いんでね、いい色が入ってきて、光の加減でね、十分こう、見方が変わりますよね。今日はここだな。まあ私明日はですぐ近くなんですけど。まあ天気も良くないだろうから。思って、まあ映すところがないから、まあ来たわけでもね、この辺穴場で、駐車場3つあるじゃないですか。で、今日来たら、あ、ここに労働したと思ってる、じゃあここで今日は。いつも向こうですもんね。そうですね、だいたいね、やっぱこのゴルフ場の吹き抜けを、まあ、ゴルフ場じゃないですけど、こっちか。いつも動画を性的に評価するとか、あと、あ、もうじき動的に評価するってもやるわけですよね。あ、もうそう、終わっちゃったんです。あ、終わっちゃったんです。これ動的はね、乗り心地をちょっとやったんです。あ、乗り心地ね。あ、はいはい。私あんまりその操腕性とかはやってなかったんで、ゴリゴリに走って評価っていうのは、もうスパープロに任せたんで。私なんかね、別に車も好きじゃなくて、単にオープンカーに昔からオープンカーに乗りたかった。うん、仕事で結構ね、車に乗る機会がすごく多くて、それですごく伸びてたんですよ。だからこう、だれながらね、通勤も長かったし。あれ、なんで動画やってらっしゃるんですか？あ、はい。あ、登録名は？そうですね。君を隣にって。あ、単にね、ドライブ動画なんですよ。早速今日ね、見させていただきます。君を隣に。はい。うちの女房ね、乗らないんですよ。あ、もう買う時の大半分。まあ、でも娘たちが買った方がいいって賛成してくれて。いや、全然いいですよ。生活の張り